はいどうも、姉をと思うと赤崎蓮華です。桃太郎伝説12、48年ハンデ戦リベンジマッチ53年目やっていきたいと思います。さあ、まあ、前回のあらすじというわけではないんですが、まあ、アシュラにキング様が降臨しているというところでやっていきたいと思います。いや、沖縄にね入りたいんですけども、進行形がない。なんとかね新幹線なんなりなんなり取りたいんですが、お願いします。サイコロさん3、お、いいですよ。新居浜入りましょう。買う新幹線、新幹線3枚と、さあ剛速球を使っていく。まあワクチンがね玉よけになってくれればいいので、頼むから新幹線割らんといてね。夢のまた夢、痛いけどもしょうがない。ああ3枚割られる。さあアシュラはキング様被害、メラゾーマは痛い。あーこれでねマイナス1決定なので、あー助かりましたね。あ、お前も持ってんのか剛速球。まずいぞ、これ新幹線割られるな。いや、ちょっと今に居浜入るのは握手だったか。進行形ぶっ飛び、いやー1枚割られたか。多分なし。ちょっと新居浜入るの早かったかな。ただここで沖縄絶対取りたいんですよね。雷神がうだうだしてる間に入りたい。なのでここは新幹線使います。あー出目弱い。ちょっと待って、マント川行くか。一軒でも物件買おう。まだ持ってたんかい剛速球。であればちょっと新居浜入るの早かったな。ワクチン割って、ああちょっとずつ猛進。まあ沖縄入るとき使いたかったんですけどね。さあ進行形3枚割られた今キング様、次は何をやるか。メラゾーバー、これでアシュラは多分武器全部なくなるんじゃないか。あ、デミでかい。全部なくなるかな、これは。ないですね、もう。あと農林しかないんじゃないかな。ブロック寿司。まあ、そのあたりでね、うだうだやってほしいんですが。おー、どれぐらい来る？収益率だけかーい。まあいいんだけども。特急を補充したいな。1出たら特急っていうとこなんですけども、これは新幹線ちょっと使いたい。あ、ちょっと資金18億か。特急補充したいな。星に願いをはちょっと、あ、星に願いを使うとどっち行くんだ、どっち行くかちょっと分からないよ、怖いので。これで1出して特急を補充しよう。あ、スロットなの、知らんかった、ごめん。3、いやー知らなかった、マジか。選べると思ってた、やらかしですね。青マス行くしかない。無念。あ、売ればよかった、そしたら。
であれば7で出てほしかったですね。さあ会場ルート島流しハワイ行きですね。これはまあよかったよかった。あんまりね近づかれると面倒くさいことになるので、まあ、ハワイ行きでよかったかなと。ただ雷神落とせないんだよな。そうなるとノーマルサイコロだとしたらあんまり進行系消費したくないんですが、トライ翼があるのでね入りたいんですよね。沖縄使いましょう。お、出目がいい。まだね夏なので赤マスでも飛び込める。さあここで雷神に置いてきましたね。8マス特急はちょっと微妙だな。ってことは、ちょっと都合シーンが割られたの痛いんですよね。ここで戻るでしょう。まだ来るか、メラゾーマ。4回目行動、珍しい。もうアシュラのライフはゼロ通り越してマイナスですからね。うん、特急を使うのはちょっと厳しいですね。なけなしの特急なので使いたくない。1はダメだ。新幹線は嬉しい。ああ着実に雷神が沖縄に近づいてるが、どうだ。さあここでキングボンビーはお帰りになられました。さあ鉄くずをまた買うのか。ちょい処理が重い。羽を止もうと。さあエンマが鉄くずを買いました。いやーさっき1だったのが辛すぎるな。2赤マスか。まあ赤マス行かないとな。次ゴール可能性ゼロですからね。行くしかないか。ちょっと痛いんですけども、雷神も赤マス飛び込む。まあどっちみち同じですからね。宝くじしょうもない。あいいな、2出たら美味しいんですが、特急集合は得ることで沖縄入りたい。さあ5が出るかどうかというところですね。来ました。いやこの沖縄でかい。虎に翼ありの沖縄なんとか入れました。いやーよかった。123億美味しいです。そしてアシュラは引き続き貧乏神とランデブ。関東はやめていただきたい。松山、また松山、前もあったような気したけど気のせいかな。さあ雷神に先立ってリゾートホテルを買っていく。よし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 。おおこっち来たんかい。どうし、さあ空路で来るのはアシュラ。もう一枚カード、うんち微妙。また変化。いやさすがにミニでしょう。ハリケーンになったら農林吹っ飛ぶね。あああああ
アシュラー、これ物件ゼロ見えてきたぞ。農林も吹っ飛ぶ。もうどうしようもない状態になってきたな、アシュラー。あー、農林がまだ少しだけ残ってるか。宮崎とか今吹っ飛んだよね。九州がちょっと美味しいか。あ、早速アシュラが吹っ飛ばされた農林買っていく。あ、31マス、結構遠いな。だってここで星に願ったらどこ行く。イブスキ、どこのハードマス行くんだろう。この辺遠いよね。ちょっと待ってくださいね。多分高千穂じゃない。あ、違う、こっちか。まあ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 、いいでしょう。中古収入買える。ブロックカードは、ブロックカードな、高い割にはそこまでって感じなんだよね。まあここはいいや。売るものもないし、損害保険は持ってる。お払い、あ、じゃあいいや。ちょっとブロック買う資金が厳しいんでやめときます。さあハリケーン、福引きをやってる場合じゃないが、これもう1枚引けるやつだね。特価エッコ、特価エッコ、特価エッコ来たね。これ雷神に使ってほしいな。アシュラってこういうの使うんだっけ。アシュラが特価エッコを雷神に使うとすごいでかいんですけど、あれ資金マイナスの時って使えないんだっけ。であればちょっとプラス益になってほしい。松山15マス。あー15か。特急使うか。新幹線使うか。新幹線の方がゴール率高いよね。うん、ここはケチらず新幹線使おう。おいおいおい、ちょ待て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 。赤マスはダメだね。大分で物件買いましょう。うん、少しでも買った方がいい。うん、ちょっとしょっぱい新幹線でしたね。まあただ増収もできてここは美味しい。さあ雷神がだいぶ資金がやばくなったので、ここはなんとかね借金を消して特価庫使ってほしい。まあこんな何の足しにもならんぞ。アシュラー値が低い。さあもう物件がないのでハリケーンさんご負担と。もうマイナス飛び込む。6マス。ここは使うか。10か。特急の方が可能性高いんだよな。ということで特急行きます。お願いします。8。松山。迂回路を考えるんだったらカード駅なんですけどね。入ろう。なんかいいのくれ。星に願い。おー、いいですよ。いや、ちょ、待って。銀次さん。まあ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 。そんなにね、持ってなかったからよかったけども。ちょっと、ね、雷神がうろちょろしてるので、この間にね、近づいてきてほしい、アシュラ。雷神のところに同時してる場合じゃない。4。危ねー。私は2か4、6、2、4、なんか2分の1で入れるんですよね。いや、ここ絶対入りたいな。
2分の1ゴール。そう、2か4、6で入れるんですよ。2、4、6、偶数であれば入れる。お願いします。入った。よし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 。松山ゲット。2連続ゴールはでかい。まあ2分の1なんでね、さすがにここ外したくない。ブックマーク、あー松山に使っとくか。さあよしよし、雷神ついた。北へ行け、北へ行け。札幌いいですよ。これで雷神完全孤立なんですが、ここブックマークしとこう。松山なんて言って妨害系カードもいっぱいあるので、よし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 。進行形ない状態で孤立解除。おちょ待って、ぶっ飛びはまずいって。おいふざけんなふざけんな、ぶっ飛びはまずいぞ。ここでぶっ飛んで北に飛ばれる可能性の方が高いので、いやーなんでぶっ飛び出るかな。なんかないか、なんかないか、ぶっ飛びをぶっ壊す方法なさそう。いっか、こう、まあこんなもんですね。ぶっ飛び、いいですね。ここぶっ飛ぶ、いやーお前どこまで飛ぶ。いやちょ待って、これ東北越えて北海道入るな。おお、えりもまで行く。いやまずいな、罰当たり使いたい。ちょ待って、ここにうちカードを使って何の意味がある。ってことは罰当たりを使いたいな。そういったところで53年目が終了です。うーん、雷神が貧乏神について孤立したんですけども、まさかまさかのイエローマスでぶっ飛びを引くという、あまりにもチートじみたこの幸運、勘弁してくれね。雷神がまた順調に伸びて、あ伸びてない、落ちたか少しで、アシュラがもう地の底まで落ちた。あとはもう雷神ですね。もう一丁来年届きそう。こういったところで今回の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。またねー。